女優の春さんが出演するスペシャルドラマ、未解決の女警視庁文書捜査官チルダヒーロのシグナルー、テレビ朝日系が28日午後9時から放送される。鈴木京香さん演じる、文字フェチの頭脳派刑事のリサとバディを組む、肉体派刑事の友役の春さんのファッションに注目する。未解決の女は、倉庫番と陰口を叩かれる警視庁捜査一課、特命捜査対策室、第6係、文書解読係で、強行犯係から移動した友が、対人関係が苦手ながら文章から書き手の性格や思考を当てる特殊能力を持つリサとバディを組み、難事件を解決していく姿を描くドラマで、昨年4月期に放送され人気を博した。今回のスペシャルでは、東京と京都を股にかけて2人が、平成最後の未解決事件に挑む、という展開。撮影が行われた京都市内で取材に応じた鈴木さんは、黒のロングコートに光沢感のある黒のロングブーツというシックな装い。首にはモノトーンのストールを巻き、ジミー中の黒いショルダーバッグ、スカーフ柄が入った手袋をつけ、エレガントな雰囲気を漂わせていた。今回のスペシャルドラマは東京で起こった過去の未解決事件と、風情あふれること、京都で起こる新たな事件を軸に、現場に残された、様々な、品字用、イコール同じ文字が3つ連なる漢字、が鍵になる連続殺人事件に、友とリサが挑む姿が書かれ、沢村一樹さん、遠藤憲一さん、高田純次さんらに加え、谷原章介さん、武田真治さん、中村俊介さんも新たに出演する。